仙道の別動隊は間に合わなかったものの、家康は関ヶ原の決戦に勝利、徳川幕府を開く。徳川幕府は各大名を臣従させていったが、豊臣家だけは幕府に従わず特別な存在であり続けた。そしてその歪みが戦国最後の乱を呼ぶ。加藤清正ら豊臣に近い大名が死去すると、孤立した豊臣家は幕府に無断で浪人や兵糧を集め始める。この動きを見た家康はすぐさま豊臣討伐を決意。大軍をもって豊臣の居城大阪城を取り囲んだ。徳川軍に従った早川殿は悲しげに大阪城を見つめた。あそこには彼女の家族がいる。だが早川殿はもう逃げなかった。家族との約束を守ることで乱世を越えられると信じて。約束の将、大阪の陣。周りはみんな敵だらけ。このままじゃ雪村様は。何しよらしくなってんのよ。大丈夫、私がみんな絶対守るから。なんだろうこの安心感。さすが東国一の豪傑グマ、鍛え方が違うって。あのね、それを言うなら東国一の美女よ美女。それに豪傑なのにクマってどういうこと。細かいことは気にしない。頼りにしてますぜ、本当にね。雪村様、そしてこの子が今の私が守りたいもの。だから私はまた本気で行きますよ姫様。カイ、この前は約束を破ってごめんなさい。でも、もう私は迷わない。精一杯生きる。あなたとの約束を守るため、私はあなたと戦うわ。みんなの力になりたい。太平の世、気づかねばならぬ。大阪城を攻め、豊臣秀頼を討て。太平の世、今こそ気づかん。真田の兵法、今こそ披露いたす。家康公、覚悟されよ。な、味方本陣近くに敵兵が。豊臣は籠城策ではなかったのか。父上か、将軍の俺が撃たれれば敗北だ。皆、守りを大阪にしてはならぬ。私はもう逃げない。あなたとの戦い、今度こそ守ってみせる。
最高。火薬も使えません。これから城攻めだというのに、あの忍び放っておけば次に何をされるか。撃つ。まだまだ徳川陣営をかき乱せ。いくらなんでも敵の出撃が早すぎる。近くに敵拠点があるのでは。先遣隊の井伊直孝様より伝令。西砦が敵奇襲の拠点になっているとのこと。西砦か。早急に潰したいところだが、本陣守備の兵を割くことはできぬ。一歩一歩押して歩み行こうぞ。
の混乱は収まった。残りの敵将を打ち破るのだ。も城内へ殺到している。よし、攻勢をかけよう。家康、秀忠周辺の警備が良くなった。今こそ忍びたちの出番。家康か秀忠、どちらかを殺せば。
戦場で甘えは許されませんよ。さあ遠慮なく来たんさい。本気で行く。カニわしは影虎を撃ち強くなった。あの猛獣の姫もきっと強くなる。もう閉める。みんなのためなら戦い続けられる。我が兵法は破れ、城も完全に包囲された。秀頼様には落ち延びていただかなくては。敗色濃厚か。だが私は引かぬ。豊臣を背負う者として皆と共に戦い抜こう。秀頼様ならば私は家康の首を取ってまいります。雪村様、私もお供します。
皆豊臣のために散っていった。総大将として彼らの魂に応えよう。開門。三河武士の意地見ようや。着実に迷おう。みんなのためなら戦い続けられる。大阪城にまだ兵が。私がまだいるわ。一人になっても戦ってみせる。勝利条件変更。カイ、そんな状態で戦うつもり？もう秀頼さんもいない。戦う必要なんて。そんなんじゃ守りたいもの守れませんよ。太平を守らなきゃならないんです。家族同士が戦わなきゃいけないドアホーだよ。私と一緒に倒さなきゃならないんです。